集客数ナンバー3に、なりまして、ちょっと嬉しいというか、今日までほんまに知らせられてなかったんで結構嬉しいです。今度はナンバー取ります。おいイムのアキです。スーパーハイテンションいただきました。イエーイ、バイバイ。クラブエブナースミキヤです。ちょっと前回より1個下がってるんですけど、まだまだね、みんなのね、こんなように、お客さん呼んで頑張っていくので、よろしくお願いします。今回、ベストドレッシャー賞を、いただいた、クラブマリア所属、青月エイトです。おしゃれにはいつも力を入れてるので、これからも、しっかり、おしゃれに、下の方からも、思われるように頑張っていくので、よろしくお願いします。アダム一部所属、パフォーマンスショーと厚労省を2ついただきました。これからも頑張っていくね、お願いします。どうも、これバドブ2部の、副主任やらせてもらってます三上健二です。今回の表彰式、ベストドレッサー賞と、集客数ナンバー2番でした。まあ、今年僕でよければまた興味出たら連絡ください。待ってます。クラブマリアのレイです。マイクパフォーマンス賞いただいたんですけど、やっぱりそれ取れたっていうのはやっぱり上の人のを見て取れたみたいなのが一番大きいんで、やっぱり自分なりにこれから上達して、もっと来年も取れるように頑張っていかしてもらいます。ありがとうございます。あ、どうも、マイクパフォーマー、今回もいただきましたクラブエブアイキです。この賞もう何回目っていうぐらいなんですけど、今のクラブエブにまだこの賞譲る気ありません。これからも、マイクでクラブエブ盛り上げていくんで、よろしくお願いします。あ、どうも、スーパーハイテンション賞とマイクパフォーマンス賞いただいた、クラブアルム2部のリュウトです。ハイテンションはマジ見せ楽しいから、自分自身も毎日楽しくテンション上げてやってたんと、まあ、マイクはもうほんまにうちのグループ日本一のシャンコなんで、もう僕もそれにちょっとでもう一台持って頑張った結果です。すごい嬉しいです。ありがとうございます。頑張ります。それもフルダフルダフルよっ、今宵はシャンパン祭りかな、よーよー、それでこんコロッ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 何が主題歌
シャンパンは今日来てくださった女性陣みんなでバリカンとなっております。皆様